アメリカライティングなんとか英検準1級しなきゃいけないということで、その出し方っていうのをちょっとお教えしないといけないかなと思いますね。もう典型的なね、これもういつも授業で言うやつです。さて始まりました、ムチチャンネル。さあ、はい、今回はアメリアティアがやってきました。今日体育の授業だったんです。違います。すごい格好でやってきた。ハーフパンツを外に出しながらやってきたから、もうハテナがいっぱいだったよ。私映んないからいいやと思って。そう、したからね、体育の授業後期は取れたんだなって思って。全然いや、まだ大学始まってないんで。そんなアメリティア、ライティングなんとか英検準1級しなきゃいけないということで、一番やばい、取れなかったら困っちゃうんで、はい、できるようにしなきゃいけないということで、じゃあアイデアの出し方っていうのをちょっとお教えしないといけないかなと思いますね。え、どんな風になりました、アイデア出しするとか。え、なんか普通に考えるんじゃないんですか。普通に考える。ほう、普通に考えるとは。いつも自分がやってるのはなんか、うん、イエスかノーか立場決める前にどっちが多いかなと思って、はい、日本語でちょろっと書いて、ほうほうほう、あ、じゃあこっちの方が行きやすいから、うん、こっちにしようみたいな。あ、じゃあアイデアを書いてみる感じなんですね。そうですね、うんうんうん、じゃあそれでいいと思いますが、実際やってみますか。ただ、まあ、アイデア出しに関しては、ね、ポイントがついてくれてるんで、実はそんなに大変ではないんですけど、どんな感じで書けるかっていうのをですね、やっていきたいと思います。どれがいいかな。Do you think that it is desirable for stores to stay open 24 hours a day? うわ、出たー、出たーなんだ。出たっていうのがあったとして、じゃあそれをどういうふうにアイデア出しするのかっていうのを今から見せたいと思います。ちょうどホワイトボードがあったんで、おー、これで、もう典型的なね、これもういつも授業で言うやつですね。これ思いっきり光で見えてないかもしれない。思いっきり今ここに光がパカッ。まあまあよく言うんですけど、典型的なね、エンバイロメントのスペルミスです。そう、これいつもライティングの授業で言うんです。エンバイロメントのスペルミスるからちゃんと N 抜けてんじゃん。そうです、これもやっちゃう人すごいもんね。いい影響なんかあるわけでしょ。やばい、字汚いってまた言われるわ。カスタマーニード、あ、いつでも買える。ナイトキャリーカメキャメって書いてある。なんでこれ、これですか。いや、キューイキャーみたいな、これ。人や、なにこれ、深夜給料。深夜給料だったのか、多い。あ、いい点悪い点を書いてるわけですね。はい、はいはいはい、電気使う。賛成か反対かでしょ。24時間営業、うん、あの全部使えないじゃん、全部使えないじゃん。でもこっちの方がさ、かけやすくない。やばい、これは俺の気持ちの問題かも。どっちでもいけそうです。お、じゃあどっちにしますか。あとはいわゆる使える表現、これを見て自分で書けるぞっていうやつですね。具体例出せるとか、この表現だったら使えるなっていうので選ぶことできますね。しかも反対するのなんかむずい気がする。お、はい、そっちでやる場合にで、どういうふうに構成として、まあこれとこれかな、2つポイント使えって言われてるんで、さよなら。で、はい、具体例、具体例、賃金給料が高いですよと、雇用の総支出にもなりますよと、カスタマーニード、
雇用の創出って書いてあるね。雇用の2、3でああいつオツも変える、最近の人働く時間もバラバラ。ああ、はいはい。場所もかな、バラバラ。これでいけます。なるほど、まあアイデア出しとしてはいいんじゃないですかね。エンバイロメントはない、だから電気使っちゃうっていう悪い面があるんで、はい、その賛成するにおいて使えなくない。あ、そういうことね。いいものがないってことね。そういうことね。ああ、いい影響がありませんってことね。で、電気使っちゃうから環境に良くないよってことね。まあこれよくあるパターンです、本当に。そうやって答える人多い。で、effect on workers。不審やってるんだね、これね。人気や給料、雇用の創出。ちなみにどっちでいきますか？まあ深夜給料かな。なんて？遅い時間に。それを英語で言わないといけません。賃金さあ、賃金ってなんだっけ？賃金がウェイジだ。いいですよ、ウェイジでも。ハイウェイジ。ハイウェイジ。はい、ハイヤーってことですね。っていうこともできるし、まあペイっていうこともできます。働いてる側目線だったもんね、当然ね。僕は雇う側目線だったから。そっか。金がかかるっていうのがねありますね。そうですよね。はい、だから10時以降だと深夜料金で。高いんですね。残業代にしても高くなるし、当然こっちからすると私の目線からするとね、こうまあ雇用の創出はねありえますよね。その時間にしか働けないっていう人ができるようになりますし、疲れるっていうのもこれ完全に働いてる側目線なんだなと思いながら、そうか、そんなないって何これ。そんななくないですか、デメリット。反対するにおいてあんま使えなくないですか。あ、そういうことですね。作文において疲れますよねってか弱すぎますよ。まあまあそうですね。まあ、ね、ダブルシフトでねやったりとかねする人いますしね。次がカスタマーニーズですね。そうですね、いつでも買えるっていうのはお客さんからしたらこれは大事ですね。最近の人働く時間、場所、バラバラは場所。まあそうですね、遅くまで働いてる人はいるので、その人たちこれだったら何て言いますか。これは本当に出しやすいと思う。 People today とかでいいのか。大丈夫ですよ、 People today、はい、いい、なんか俺やったんだよな。いいと思う。そのドアでディファレントを2回使うやつ。お People today多くバラバラ、ま、in、うん、in many ways じゃない、それ many ways をいろんな方法でat different times とかすると、多分の場所を合わせたら at different times at different places とかってなると思うんですけど、そう、そういうことですね。 Some people work late at night とかっていう風に言って、こうやってですね、 They need to eat とか They need to get some みたいな、夜でも何かゲットしなきゃいけないからっていうのであった方がコンビニだから便利であるって言って、それに行くっていうのが使いやすいです。はい、Profit に対して、はい、利益、これは分かんないです、ぶっちゃけ。どっちもです。うん、だってなんかここと相殺されちゃう、うんうん、これはどっちの可能性もあるわけで、深夜帯に買いに来る人が多い場所だったら当然プロフィットが増えますし、全然来ないところだったらただただ人件費かかるだけ、そうそう、人件費がかかるだけで減っちゃうわけです。なんでその辺のことは場所によって全然違うんですね。東京のね都内だったらプロフィットが増えるかもしれないですけど、田舎行ったらそれこそうちの地元とか減りますよ。減ります。そういうのもあるわけです、人件費かかっちゃう。こういうね場所とかは人件費何もかかってないわけじゃないですか。こういう都内の貸しオフィスね、すごい安い、めっちゃ安いですからね今ね、っていうのもあったりするんでね。で、いつも考えておいた方がいいものって言って、はい、そういつも言うんですけど、それをねまあまあ英検のもうすでに動画出てて見てくれてる人がいると思うんですけど、やっぱり客観視しやすいものっていうのがあって、そうこれはいい考えですね。これで丸×を考えるっていつも言います。自分もいい点悪い点を考えろっていうので、いやいや字数足りないと思うんだったら情報使ってもいいので、こっちで行くんだったら確かにこういう悪い点もありますけどねとかっていう、こっち側も使うことが実はできるので、これ大事です。あ、これですね、あの身長差本当こんなんじゃないですか。めちゃめちゃ厚底ですからね。8センチ持ってますめちゃめちゃ厚底ですからねと書いてあるからいいんですけど、スピーキングとかね普通のライティング書いてないこと多いんですけど、いつも使いなさいっていうポイントがあるんですけど、なんだかわかりますか、みんなが大好きなもの。大好きなもの、はい、いやでもきっと大好きなもの、お金。そうだねそうですね、お金っていうのはアイデアに出しやすいんで、大体あるんですよ。だってもうこれもそうじゃないですか、プロフィットで大体ありますから、お金っていうのは使いやすいですね。お金がかかるのは悪いこと、お金がかからないことはいいこと、お金がゲットできることはいいこと、
使うのは悪いことみたいなね。あと金とともに大事なものって時間。そうですね、はい、ただただ時間を無駄にする、時間と単位を落とす。やめてください、ひどすぎる時間を無駄にする急にですで、旦那なんかさ、単位の話してっつったらさ、コメント欄にアメリカって全然取れてないですよ全然取れませんよコメント来て、動画見て、本当だちょっとしか単位取ってない、ね、時間がかかるのは悪いこと、時間が節約できるのはいいことです。こういうのもかけるようにしておきます。あとですね、まあここでまさにあったんですけど、このですね、利便性っていうですね、コンビニエントであるっていうのは、これは使えるようにしておくと、特に11級分量多くなりますから、ここで便利だとかって言った後にこういつでも買えるとか、働く時間バラバラですみたいなのをこう3つ言うことできますね。3分使えるようになるので、これはスピーキングの時とかもめちゃめちゃ役立ちます、はい、で金時間利便性で、あとはまあここにあるこいつですね、環境はこいつめっちゃ出てくるんで、環境にいい悪いは超使いやすい、必ず何か解くときに用意しておくといいですね。で、あとはやっぱり自分のね、大事なものは、そう、健康は大事なので、これらは常に持っておいてください。喋れるようにしておくとお得ですね。だこういう表現を覚えておいてくださいね。私の参考書にも書いてありますし、はい、あとは出てますんで動画そちら見てぜひやってください。はい、はい、ということで今回はメディアテアちゃんとライティングできんのっていうのでした。でもアイディアパッパッパッと出せるんで、それを英語で言えるかですね。練習をやってくださいということでした、はい、はい、ありがとうございました。じゃあ合格してくださいね、はい、二次試験のやつやんないといけないから一番やばい